今回はなぜサウジアラビアが強いのか解説したいと思います。サウジアラビアは狭いスペースでも、綺麗につなぐ技術を持っています。サウジアラビアはインターセプト能力が、他の国と比べて高く、そこから生まれる速いドリブル。そしてロシアの選手の背後から、飛び出してゴール。裏抜けの能力もあり、オフサイドを取られることもありますが、足の速い選手もいるので、驚異的です。キーパーとの1対1も冷静にかわし、流し込んでゴール。ここでロシアとサウジアラビアを比較してみましょう。パスがずれてかかとにボールが来てます。パスがずれたことにより、ボールを処理する時間を作ってしまい、その間にボールを取られます。サウジアラビアはとても冷静にパスを回し、ロシアの寄せを次々とかわしていきます。サウジアラビアは対人センスにも長けています。フィジカルも強く、まるで南米選手のようなさばき。縦に落ちるシュート。これが4大会連覇をしているサウジアラビアの強さです。6月23日から7月6日まで行われるもう一つのワールドカップ。今回で6度目の挑戦となる日本代表。今回こそ日本代表には優勝してもらいたいですね。頑張れ日本。